ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに堀井尾さん及び西田誠さんが委員を辞任され、その補欠として星北斗さん及び下野六斗さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、 内閣官房内閣審議官万波学さんほか13名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することに御異議ございませんか御異議ないと認め採用決定いたします参考人の出席要求に関する権利についてお諮りいたします地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため本日の委員会に日本放送協会専務理事 山名博夫さんを参考人として出席を求めることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。地方自治法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。岸井真紀子さん。立憲民主社民の岸井真紀子です。 6月5日の参議院本会議における質疑で、まあ、私が松本総務大臣に質疑した内容の多くは、本法案で新たに賞立てを行おうとしている第14章、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例への問題を指摘したところです。しかし、大臣からは残念ながら、正面から答えていただけるとは感じませんでした。 本日の委員会でささらに深掘りをさせていただきます、まあ、特に補充的支持権、いわゆる国の支持権拡大は、地方文献に逆行する改悪であると私は考えています。だからこそ、判然としない一方事実のままではだめなんです。そこは提出した側の総務省の責任で明らかとすべきであるということを先に言います。でなぜ 個別法を制定する対応ではいけないのか、最初に大臣にお伺いをします。松本総務大臣。個別法につきましては、これまでも災害、感染症の蔓延等の事態やその対応に当たりまして、生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、その都度、必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。 このような努力は今後も引き続き必要であると考えております。一方で、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そうした場合に備える必要があると考えております。このような事態におきましては、個別法改正により対応が行われるとしましても、それまでの間、 法律上の根拠がなく、国による働きかけや対応が行われることになりまして、国会で認められた法律がないという観点からは、課題があると考えております。本改正はこのような課題が生じないよう、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものでござい岸真紀子さん。 あの今回の法改正、えー、に至るまで、提出に至るまでにも多くの問題があると指摘しておきますあの。5月7日、衆議院本会議で松本大臣は、我が党の大月呉葉議員の質問に対し、政府は改正案の検討過程においても、地方6団体に情報提供を行うなど、自治体と丁寧な調整を行った上で立案したと答弁していますが、 確かに情報提供はしたのかもしれませんが、協議の場を設けたのか、えー、また会議を開いて意見聴取をしたか、大臣お答えください松本総務大臣。はい、えー、今般の答申は、地方6団体の代表も構成員とする、地方制度調査会において、地方6団体、指定都市市長会等のヘアリングも行いまして、丁寧にご議論いただいたものと認識をしております。 本改正案の立案に当たりましては、地方自治法に基づき、地方6団体が内閣に対して意見を申し出ることができるようにすることを目的とした事前情報提供を行いました。全国知事会からは法制化にあたって、補充的な指示について事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところです。 ご提言をいただいた際には、私も直接、知事会、会長、副会長をはじめ、皆様と意見交換をさ,させていただきました。ご指摘がありました、協議の場というものを設けるという形ではございませんでしたが、丁寧に調整を行いました。この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案では補充的な指示を行う際には、あらかじめ地方公共団体に対して、資料、意見、 提出のの求めめ等の適切なな措置を講ずるように努これに対し、全国知事会からは配慮がなされたことは評価したいなど、一点のご理解をいただいたところでございまして、その上で当該規定の下で、補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところであり、引き続き丁寧に対応いいたしてまいりまりす岸真紀子さん。 大臣今第33次地方制度調査会でも協議の場できちんといただいたといいますが、中間報告の時点では、実はあの明確にです、ね、国の支持権拡大というような文言は入っておりませんでした、その前に地方6団体からの意見を聴取していると私は承知しています。で確かにに最後のの総会の時に、まあ、いろんな意見は出て まあ棒をのむような話だとかっていうような知事会の意見とかもありましたが、そこが丁寧であったかというのは、果たして疑問が残っています。また、今確認させていただいたように、大臣としては個別に知事の皆さんとお話をしたとは言うけれども、地方6団体なり、協議の場という正式な場での協議を、法案提出に至るまでには行わなかったということは、ここははっきりと。 議事録にも残しておきたいと思いますで、こういう法案を提出しようと考えているのであれば情報提供とか通知をしただけではなくきちんとやっぱり協議の場というのを行うべきだったということを改めて指摘しておきますまたこのような重大な法案なのになぜパブリックコメントをしなかったのかこのテーマこそ一本前に国と地方の今日抜きの場と いうものをテーマとすべきではなかったのかというところです国民の安全に重大な影響を及ぼす事態といった重要な議論になぜ地方の意見も聞かずしかもかつ広く国民の意見を募ることをしなかったのか少なくとも今回の国会でも改正の議論になっていた民法改正いわゆる共同親権についてはあらかじめパブリックコメントを行っていましたなぜこういったことをやらなかったのか大臣お答えください松本総務大臣 はい、えー、地方制度調査会の調査審議は、調査会において、えー、決定されておられるものでございます。今般の答申の取りまとめに至る過程において、パブリックコメントは行われていませんが、その資料、議事録は公開されておりまして、できるだけ多くの方々の目に触れていただけるように取り扱われていたと考えて、えー、おります。 民法改正のパブリックコメントにつきましては、中間試案に対してということで、その後も審議会の議論が行われたものというふうに認識をしているところでございます。その上で、今般の答申は国と地方の関係をはじめとする地方制度の在り方をテーマとするものでありましたことから、地方6団体の代表が委員として、 調査審議に加わっていることに加えて、地方6団体指定都市長会等のヒアリングも行っておりまして、地方の意見を丁寧に伺いながら、ご議論をいただいたものと理解をしております岸井真紀子さんあの。今回の法改正は、2000年の文献一括法施行以来、それまで国と地方の関係は上下主従関係を対等協力関係に、この2000年に行いました。 これを揺るがすす法案であると私は考えていますいくら首を振っておられても、そういうふうに受け止められている方はたくさんいるので、少なくともパブリックコメントのように意見募集はすべきではなかったかと考えています。 で次にちょっと論点変えますが、この機会に地方6団体だけではなくって、えー、指定都市市長会を入れた地方7団体にしてほしいといったような要望もあります。まあ、特に今回の改正案には、第252条の26の4、事務処理の調整の指示として、えー、国民の生命等の保護のため、国の指示により都道府県が保健所設置、宿等との事務処理の調整を行うこととするが、 新設されています、まあ、これに対し、保健所を持つ指定都市としては、都道府県に調整されることによって、さらなる混乱を来すのではないかといった懸念が挙げられています。これはあの前回、前々回の委員会で野田委員からも同様の指摘がされたところです。でこの懸念について、総務省はどう捉えているのか、また総務大臣には、地方6団体にプラスして、指定都市市長会を入れてほしいという要望に応えるべきではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。 総務省山野自治行政局長。前段の指定都市の懸念についてのお答えをさせていただきたいと存じますあの。指定都市市長会からは、国からの補充的な支持権の客体は都道府県のみならず、地域の実情に応じて指定都市も加えること、あるいは資料および意見の提出要求、応援の要求、指示については、指定都市と国が直接情報共有し、迅速な対応ができるよう、指定都市の実情を踏まえ、運用面も含めた 適切な制度設計を行うことについいいててご要望いただいております、えー、本改正案におきましては、えー、各大臣は普通、地方公共団体に対し、必要な指示をすることができると規定しまして、国は指定都市に直接、保助的な指示をすることが可能であるものとし、えー、市長会市指定都市の市長会の要請では、まあ、要請が反映されたものと受け止めているとされております。あのご指摘の事務処理の調整の指示でございますが、国民の生命等の保護の観点から、 都道府県が直接に処理する事務と、規模、能力に応じて市町村が処理する事務との調整について、課題が生じることを踏まえ、国の指示を受けて、都道府県が調整の役割を担うものとする規定を設けるものでございます。例えば、新型コロナ対応におきまして、国の要請により,よりまして、都道府県が広域的な病床調整のための事,事務を一元処理したように、都道府県単位でのリソースの効果的、効率的な運用、 市町村の区域を超えて生活圏経済圏の一体性を考慮に得た対応を行うため、まあ、これ、事務処理の一元化の調整を行うということは考えられるわけでございます。一方で、えー、国民の生命等の保護を迅速的確に実施する上で、国が人口、あるいは都市機能が高度に集中する指定都市等と、これ、直接コミュニケーションを取ることは、これ、重要だと考えておりまして、えー、答申で指摘されておりますように、指定都市等の人も含めて、 全国的な視点に立った調整が必要な場合、必要であるような場合には、国が自ら事務処理の調整のための措置を講じるなどの対応を考えることも必要であると考えております。えー、法案が成立した際には、その施行にあたって、この法律の運用の考え方について、えー、各省へ周知徹底を図るとともに、地方公共団体には丁寧に説明してまいりたいと考えております松本総務大臣、はいえー。失礼しました。 地方6団体に指定都市市長会を加えることについての件でございますが、いわゆる地方6団体につきましては、地方自治法第263条の3におきまして、都道府県知事、もしくは都道府県の議会の議長、市長、もしくは市の議会の議長、または町村長、もしくは町村の議会の議長が全国的連合組織を設け、総務大臣に届け出たものとされております。 ここでいう全国的とは、当該連合組織を構成する自治体の市長や議長が、全国的な範囲にわたるものを言い、相当程度の数の自治体の市長や議長が加入するだけでは、全国的な範囲にわたるものとは言えず、現行法上地方6団体以外の団体が該当することはないと考えられるところでございます。え道場の 規定を改正し、指定都市の市長の全国的連合組織を新たに規定することについては、全国市長会と構成員が重複することもありまして、え検討が必要であると考えております。現在でも、指定都市市長会議をはじめ、意見交換を行っているほか、地方制度調査会において、指定都市長会からのヘアリング等が行われるなど、 しっかりコミュニケーションを取っているところではございまして、今後とも,も丁寧に対応いたしたいと考えておりますまひさんあの。最初の総務省の参考人からご説明がいただいた、指定都市と都道府県の関係というのは、普段から密接な関係に残念ながらないというところもありますので、まあ、ここはなかなかですね、その疲弊時ない、 急にやれって言われてもうまくいかないのではないかという懸念があるので、えー、極めて慎重に扱っていただきたいということは、改めて言っておきます。またあの、6団体に指定都市というのは、あの市長会っていう全国市長会がありますが、あの私、北海道出身だからかもしれませんが、今の市長会っていっても、あのいろんなこう人口規模があって、政令指定都市とはです、ね、全く異なるというようなものなんです。でも確かにに市市会のの中に政令指定都市の意見も 入ることは入るんですが、あまりにも人口規模が違いすぎるので、そこはやっぱり改めて総務省もきちんと意見を聞くっていう体制を作っていくことが重要ではないかと考えていますので、まあ、そこは改めて今後の課題として言っておきます。次に、国の支持権について、法律上のルールを明確にし、国の責任を明らかにするというふうに大臣は答弁しておられますが、まあ、大臣が言うその国の責任とは何を言っているのか、お答えください。松本総務大臣 はいえー、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要がありまして、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。えー、公立法が想定していない場面では、本来、国の責任において、支持すべきものも助言等として行わざるを得ないことになり、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、はい 国地方間の国地方間の責任の所在が不明確になります国民の生命等の保護を的確迅速に行うため、国の果たすべき役割は小銃自体によってさまざまであると考えられますが、補充的な指示は自治体の区域を超える広域での対応が求められる場合の調整など、国が果たすべき国が役割を果たすべき局面において、国の責任で、 支持すべきものについては、助言等ではなく、限定的な要件、適正な手続きを経て、本改正案に基づく指示として行うものであり、国の責任を明確化する意義があるものと考えております。え国は、この補充的な指示を行った場合、その指示の範囲で、えー、責任を思うのでありますが、補充的な指示を行使した場合でも、その範囲を超えて自治体か地域の住民の安全を守るという責任が、 国に移るものではなく、国と地方がそれぞれ役割を果たして国民の生命等の保護のために全力を挙げるものと考えております。 岸井真彦さんなので、今の大臣の説明を要約すると、ですねあ,のあくまでも言っている、今いう国の責任というのは、指示ということにするか、助言ということにするかという、ここの違いの話だと思うんです、で、大臣が最後の方におっしゃられたとおり、あくまでも例えば住民の生命等に関する責任においては、自治体がその責任を負うということになってくるというふうに理解してよろしいでしょうか松本総務大臣。はいあの 先ほども申し上げましたように、えー、補充的な指示を講した場合、えー、その範囲内において、えー、国が、えー、責任を負うものと考えられますけれども、この範囲を超えて自治体が中期の住民の安全を守るという責任が国に移るものではないと思っております。えー、申し上げてまいりましたように、やはり本当に国民の安全に重大な事態を及ぼす事態において、 国民の生命を保護するため、国と地方が連携して、総力を挙げて、えー、取り組む中で、国には果たすべき役割があ,ありまして、これを責任を持って果たす必要もあるとの考えられるところでございます。そのような場面で、ね、個別法が想定しておりない場面であった場合にということで、えー、このような規制を設けたところでございま岸真紀子さん。 あの私は本会議でも例示に挙げました、熊本地震のような場合、2014年の熊本地震のときのように、まあ、国から、あのときは指示じゃなかったけど、あれがもし指示だった場合、えー、その後の本震が起きて、えー、甚大な被害を万が一、自治体が従ったとして、起きてしまった場合の責任というのはどこになるか、参考人で構いませんので、お答えください山野局長。えー 家庭の質問にお答えするのを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、えー、熊本自身の件につきましては、これは地方行政、教育行政組織法の要請によって行われたものというふうに考えているところでございます市真彦さんだから無責任だということを言ってるんです。で本会議でも言いましたが 責任のない国が支持をするということがどれだけ危険かということを分かっていただきたいというところです次に第十四庁でいう国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何かまあここをさはっきりさせることが重要になってきます、まあ、具体的に明らかとしてください山野局長えお答えいたします、えー、本改正案では大規模な災害感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する 国民の安全に重大な影響す、えー、と期待しております、えー、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではございません、実際に生じた事態の規模や対応等に照らし、えー、その該当性が判断されるものですが、えー、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて、国が役割を果たすこととされている事態に被験する程度の被害が生じる事態を想定しているところでござ岸田真弘さん。 私は武力攻撃には個別法に基づかない国の支持権拡大は当てはめるべきではないというふうに考えている立場ではありますが、かといって、政府答弁でいう武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制についておいて、必要な規定を設けており、要はこう完璧な法律であって、想定していない事態だから、 事態というものが、この対処法にはないから、本法案の国の支持権拡大には当てはまらないですよというのは理屈になってないのではないかと考えます、えー、本会議でも質疑をしたところですが、条文の立てつけから言えば、対処法に穴があったら、想定していない事態が起きたというふうに捉えて、今回の改正案の支持権が使われるのではないですか、大臣お答えください松本総務大臣。はいあ これまでも御答弁申し上げてきたところですが、本改正案はと、答申を踏まえまして、特定の事態の類計に限定することなく、その及ぼす被害の制度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるもので、特定の事態を除外しているものではございません。あの、 公越法で想定されていない事態ということで申し上げてきたところでございますが、これまでの経験でも想定されていない事態で、えー、国が役割を果たしていく中で、えー、必要な措置などについて、えー、規定が設けられていなかった、公越法に、えー、規定が設けられていないというのは、そのような意味で理解しているところでございますが、お尋ねの武力攻撃事態などへの対応については、事態対処法において必要な 規定が設けられていると理解をしており、事態対象に基づいて対応する考えであるというふうに申し上げてきているところでございます岸真彦さんあの。なんだかこう、論理的に破綻しているような気がするんです。対処法が当てはまらないのであれば、ほかの個別法も含めて、穴をなくせばいいだけであって、自治法に新設する第14章は必要ないんじゃないかと考えます。まあ、むしろ個別法をを極めめてて精度を高めていくことに各府省は 各府省ですね、努力すべきであって、自治体の意見も積極的にコミュニケーションを取ればいいだけではないか、大臣、その理解でよろしいですか松本総務大臣あの。個別法は冒頭にお答弁申し上げたとおりでございますが、やはり今、途中でも申し上げましたように、必要な国が役割責任を持って役割を果たす際に、 必要なな規定が設けられてていいいい事態は生じうるるとと考えているところでございますもちろん、個別法における課題につきましては、課題を認識をしましたら、それに対応すべく、必要な措置を取る必要はあるというふうに考えておりますし、この法案を作成するにあたっても、個別法における対応が、 行われるるるここととととをを前提ししてていいいいうふうふに理解をしているところでございますまた、自治体とのコミュニケーションの重要性については、えー、おっしゃるとおりであると考え、えー、全国知事会からの,のご提言も踏まえてということでございますが、えー、地方自治体からの資料やあ意見の求め等というふうに,、ね、に努めることとさせていただいたところでございます。 ただ、ね、事態はやっぱり様々考えられますので、資、え、料、ー、や意見の求めのあり方についても、えー、様々な形が考えられるところから、このようなきれいにさせていただいたというふうに考えております。 島博さん。あの大臣途中まで良かったんです。ただ事態は様々というところからはちょっと消しあの忘れていただいた方がいいかと思います。あの極めて限定的になる胸の答弁がこの間も繰り返されてきてるんです。でこれにもしも当てはまる事態というのは私はですね、例えば日本の名作であるゴジラみたいなあの。 わからない生物が来たり、ですねあとは宇宙戦争ぐらいしか当てはまらないんじゃないかなと、それ以外はすべてですね、各府省、努力してますから、個別法できちんと改善をしてきているのではないかと考えています、併せて自治体とのコミュニケーションを取れば、恐らく国がわざわざこう介入をして指示を出さなくても、自治体はきちんと自らの自律的、自主的判断で対処すると考えています。 で次にです、ね、第14章でいう生命等の保護の措置とは何か、ここも明らかにしてください。山野局長、えー、お答えいたします、えー。14章、ご指摘の生命等の保護の措置でございますが、えー、国民の生命、身体、または財産の保護のための措置の略称規定,略称規定として設けておるものでございます。えー、国民の安全に重大な影響をす事態は 多様かつ複雑であることとに考えますと国民の生命、身体、または財産の保護のための措置の具体的内容もこれは生じている事態により一応ではないと考えますが一般論として申しますと例えば災害対策基本法上の災害応急対策に留意するような住民を危険から守るための措置が該当しているものと考えております。あの先ほど私 町,町の件につきまして、えー、地況情報と申し上げましたけれども、これは災害対策基本法に基づく要請ということでございまして、訂正をさせていただきま岸真、ねはい、彦さん。 ま今の局長からお答えいただいたように住民側が危険な目にあった場合というふうにまあ、限定をされているというところです。で、でもなんかこうやっぱり閣議決定だけで決めるっていうところがあまりにもこう裁量があるかもしれないので確認をさせていただきます。例えば経産省が困っていることの一つに核のごみ処分の問題があります。で、この見通しがつかないと原子力発電は将来性がないとも言えるので、まあ、そうなってきたときにエネルギーの安定供給を理由に処分地 を支持できるということも、極論を言えばこの法律で可能になるのではないかというふうには言えないかどうか、そこを大臣、いは補充的な支持は災害対策基本法や新型インフルン特措などを参考に、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく支持ができない場合に限って、 目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたところでございます。補充的な支援の対象となる事態は、その及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する事態に限定されるものでありまして、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて、国が役割を果たすこととされている事態に、被験する程度の被害が生じる事態が想定されるものと考えています。 具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や対応等に照らして、その該当性が判断されるところですが、事態の規模として、事態が全国的規模である場合、局所的であっても実被害が甚大であるかどうかなどが勘案されます。また、事態の対応としては、例えば生命、身体に生じさせる危険の重大性などが勘案されることになると考えております。 このため、これらの事態に危険する程度の被害が生じる事態が発生しておらず、その恐れもない場合には、要件に該当せず、補充的な指示を行使することはできないものと理解をしているところでございます。 岸松さん。はい。ということで、今のは当てはまらないということです。で、次にもう一個想定なのかもしれませんか、聞かせていただきます。辺野古新基地建設の大執行、または。あの、またべ、ちょっと別な論点ではあるものの。あの閣議決定だけで決められるというのは、先ほどから言っているように、あまりにも幅が広すぎます。まあ、想定していない事態とはいえ。例えば、地域の住民よりも。国民という数の力によって。えー、そういう論理ですね。なし崩し的に、支持に暮らしを奪われている島。 ことがないかどうかそこを大臣にお答えください松本総務大臣あの補充的な指示は国民の生命等の保護をせっかく迅速に実施するためのものでございますえ、国が自体の規模対応等を勘案して特に必要があるという認めるときに小別層に戻る指示ができない場合に限って 行使をすするるものとしていいころでございます補充的な指示を行使する際には、あらかじめ意見の提出を求め等の適正な措置を講ずるよう努めなければならないものとしておりまして、地域の状況を把握している自治体との間で、十分な情報共有、コミュニケーションを図った上で、発動されるものとしております。このため、こうした自治体とのコミュニケーションを通じて、地域住民の皆様の意見も、 十分に勘案された上で、指示の行使やその内容が判断されることになるものと考えているところでございます。法案が成立しましたら、この施行に当たりまして、これらの点も含めて、法律の運用の考え方について、各府省へ周知徹底を図るとともに、自治体に丁寧に説明をいたしたいと思います。え閣議決定についてのご質問もいただいたというふうに理解をいたして、えー、おります。えー、補充的な 指示は、えー、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために、講ずべき措置に関し、個別法に基づいて指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしているところですが、その設備については、あらかじめ地方公共団体に対して、資料意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととし、各大臣が。 閣議決定を得ること,としているところでございます、えー、閣議決定とを満たしておりますところは、指示を行う場合には、個別向上の要件に基づく指示ができ行使できない想定外の事態であることについて、広く関係しうる個別法の所管大臣の判断を得る必要があるとされるところでありまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、 国と自治体の関係の特例として行使されるものでもありまして、えー、これらを踏まえて各大臣が内閣の意思決定としての閣議決定を経て行うものとすることが適当とされており、これを踏まえた改正案を実案をしたところで、えー、ございます、えー。このような限定的な要件、適正手続きのもと、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであると考えております。 恣意的な運用がされることにはならないと考えておりますが、重ねて法案が成立した際には、その施行にあたって、こうした法律の運用の考え方について、各省へ周知徹底を図ります。なお衆、衆議院における修正によりまして、国会報告が盛り込まれまして、国会における適切な検証を目的としているものと理解をしているところでございます。岸松さん ちょっと私の聞き方が悪かったんで、次の質問の、えー、閣議決定だけで、えー、決めるのは問題であって、歯止めをかける必要はないかという答弁も今、いただいたと存じます。えー、であの、ただ、今、大臣、いろいろ言われたんですが、なかなかですね歯止めをかけるということに、果たして閣議決定というのがなるのかどうかというのが極めて疑問でも残っているというところです。でも、少なくとも恣意的運用は絶対にやめていただきたいというところです。 次に月、昨年の12月15日の地方制度調査会の第4回総会において、 私も知政庁の委員ですので、発言をさせていただいておりますで、事務局からは3分程度というふうに言われたし、会場の雰囲気も2回目の発言なんてっていう雰囲気ではあったんですが、空気を生まずに私は2回目の発言もさせていただいていますで。そこで言ったのは、情報共有とコミュニケーションがあれば、おそらく指示は発動しないのではないかと、基本的には指示権まで拡大する必要はないけれども、仮に今後、 地方自治法で、個別法で定める要件を広げることを検討するのであれば、立法や事実に基づいて、慎重に検討していただきたい、その場合に、緊急の必要性の要件は削除すべきではないこと、極めて限定的な要件とすべきであるということを重ねて意見をしたところです。 国会で個別法を改正できないとか、事前に自治体との協議を行うことをしない理由として、政府はこの間、迅速という言葉であったり、あのそういう,こう急がなきゃいけないんだという言葉を使ってきているんです。であれば、なぜ今回、私が要求した緊急の必要性という文言を要件に入れなかったのか、大臣、お答えください松本総務大臣。はいあの緊急の という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体、または財産の保護のため、緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合と特に必要と認められる場合を除き、設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、 いいもよくご承知のとおり、えー、この,の基本原則の緊急にとは特に必要と認められる場合の例示として、えー、置かれているものでございまして、えー、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置づけで規定をされているところでございます、えー、この立法指針のとって個々の関与の規定においてさまざまな法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることに なるわけでありますが、えー、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフルンン特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置について、国の責任として支持を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるときと規定しておりまして、 同じく国民の生命等の保護が求められるさまざまな事態に対応するための本改正案の補充的な支持につきましても、同様に生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があると認めるときと、えー、したところでございます、えー。繰り返しになりますが、先ほど申しましたような、えー、関与の 基本原則である国民の生命、身体、または財産の保護のため、緊急に事務のせっかくな処理を確保する必要がある場合と、特に必要と認められる場合を除き、設けてはならないとの基本原則、立法指針にのっとったものと理解をしております。以上ででよろしいでしいょうか。はい、島さん。<laughs> あの、 緊急という文言が、今大臣は0時というふうに言いましたが、現行自治法の観点での問題を指摘します。えー、現行法では、自治事務に対する是正の要求の要件は、違法等の場合のみであるのに対して、本改正案の自治事務に対する指示の要件は、さらにひどくなっています。是正の要求よりも強い関与形態である指示の要件が、是正の要求の要件よりも、一時く緩和されているというのは、 法律のバランス均衡を書いていてますま法的に説明がつかないのではないかとも考えます。現行自治法上で、えー、個別法で自治事務に対する指示を定める要件を第245条の3、第6項において、国は国民の生命、身体または財産の保護のため、 緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合と特に必要と定める場合と、緊急性が要件となっているんですね、大臣はでじゃって言ったけどで、これですね、本法案における自治事務に対する指示は、緊急性の要件が著しくひどくなっていることは、法的にこういったバランスを変いているのではないかと考えますが、いかがでしょうか山崎局長。お答えいたします。 委員ご指摘の是正の要求についてでございますが、地方公共団体の事務処理が違法または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害している場合に、当該事務処理を是正するために行うものでございます。一方、補充的な指示でございますが、地方公共団体の事務処理が違法等であるかどうかにかかわらず、個別法の規定により指示を行うことが、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために、 特に必要がある場合において、個別法の規定により指示を行うことができないときに、閣議決定等の適正な手続きを経て構築されるものでございまして、これは是正の要求とは、その目的や性質が異なるものと考えております。補充的な要件と、是正の要求の要件を単純に比較することはできないと考えておりまして、それぞれの目的等を踏まえまして、地方自治法の立法原則にのっとって定めるべきものと考えます。補充的な指示の要件につきましては、国民の生命等の保護の措置の 的確適格かつ迅速な実施を確保するために特に必要があると認めるときに、その必要な限度において、地方公共団体の事務所について、当該生命等の保護の措置の適格かつ迅速な実施を確保するため、講ずべき措置に関し、行うものとするなど、限定的な要件を設けているというところでございます。岸さん山野局長の今の今 答弁はですね、少しその自治法を歪めているのではないかというふうに考えますこの法案にある自治事務への国の支持権拡大は自治法の他の条項との均衡さらには憲法の地方自治に関する本旨とかけ離れているのではないかと指摘するところです6月11日の参考人質疑で早稲田大学の小原教授は憲法第92条地方自治の本旨に触れ 団体事務に軸足を置いた原則であり、まあ、国は自治体に対して不要不急、不当な介入をすべきではない、まあ、要はですね、余計なおせっかいをしてはいけないと意見されました。私もまさに、補充的支持権は地方自治の本旨に背いていると考えます、またあの調べたところ、参議院の憲法審でもです、ね、これまで地方自治の本旨には、今のような解釈が載せられています。 また、比例原則に反しているのではないかという点もあります、まあ、法的に問題があると考えますが、大臣のご見解をお伺いします松本総務大臣。はいあのえ私も,もまだ参考人質疑は議事録をおおむねしていただいた限りでございますので、 えー、不要不急、不当な介入をすべきではないというご指示そのものについては、えー、コメントを、うん、いたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、えー、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって、指示を行うことができないときに行使をされるもので、えー ございまして、えー、このような事態に対応するための事務については、必ずしも法定受託事務とは位置づけられているとは限らないことから、自治支持の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。ご指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならない。 こととしております。関与の基本原則は自治体に関する国または都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものであり、この立法指針に則って、えー、個々の関与の規定において、さまざまな法律の立法指針を踏まえて、具体的な要件を定めることになるところでございまして、えー、この立法指針に則って、具体的には災害対策基本法や新型インフル特措法において規定が ございますが、先ほどもご答弁申しましたように、えーこ、本改正案でも同様に国民の生命等の保護を的確、迅速に確保するための補充的な支持についても、同様の要件としたところでございまして、限定的な要件のもと、自治体への意見の求め等、適正な手続きも経て、えー、行使をして、えー、まいりまして。えー 地方自治の原則にのっとったもの、地方自治の本市の趣旨に背いているものではないと考えるところでございます島彦さん。地方自治の本市には、今回のやつは完全に細向いていると思いますよ。 えではあの他にもいろんな質問を用意してまして、全然あの大臣、ご丁寧に答弁していただいているけど、長くてです、ね、あ収まりきらなくなってきたんで、次の項目に行きたいと思います。あのこれまでは立法事実であったり、どんなときに発動するのか、まあ、極めて限定的であるというような答弁は引き出したかと思いますが、ではこの自治体との事前協議とか、従わなかった場合などをちょっと確認させてください。でちなみにです、ねえー、昨年12月15月日のの地方制度調査会の第4回総括 国会で全国知事会の代表として出席した平井鳥取県知事は、国の支持権について正直な発言をしています、さっきちょっと一部触れましたがあの、地方自治の本質を高めていくことを知事会としては求めている、悩ましい中で、国の知事会は、えー、一定の制限を考えていただいたうえで、都道府県の方も飲むべきところがあるのかなと思うと言った後に、ただ棒を飲むようなことであることは、ぜひご理解いただきたいと述べています。 棒を飲むと表している、表しているように、内心受け入れがたい、無理な要求を受けているということです。でさらに、首長の皆さんからは、地方自治法改正案についての懸念の意思表明が続々と現在もされているところです。まあ、議会もですねで大分 沖縄、鹿児島、宮崎、熊本、福岡、広島、青森、岩手、秋田の県知事は異を唱えています。これはあの報道されているだけでの話なので、実際にはもっと多いと思われます。また、市区町村長を含めると、もっともっと多くの懸念の声があります。まあ、現に東日本大震災も踏まえて 東北の各市長からは、国の口出しが現場に混乱をもたらしかねないと警戒感を示しています。大臣はこういった首長の懸念を受け止めているのか、まあ、現場と実務を担う自治体の首長の声を無視し、強硬的に推し進めてよいと考えているのか、見解を伺います松本総務大臣。はいえまず、本改正案につきましてですが。えー 申し上げてまいりましたように、地方6団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は地方6団体等からも意見聴取をされて、お取りまとめいただいたものと承知をしております。また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて、地方6団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、 自治体と丁寧な調整を行ったた上で、立案をさせていただいたと考えております。全国知事会から補充的な指示を行う際に、あらかじめ自治体に対して資料、意見、提出の求め等の適切な措置を構図上に努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定のご理解をいただいております。補充的な指示ののの行使について運用の明確化との ととの要望もいただいているところでございます自治体との情報共有、コミュニケーションが大切であることは、地方制度調査会のご議論の中でも、答申もそのご指摘かと理解をしておりますし、私どもとしても、国と地方との政府において連絡調整にあたる立場からも、そのように我々の役目は大変大切である。 考えてているところでございまして総務省としては法案が成立した際にその施行にあたって、このような法律の運用の考え方について、各市長へ周知を、徹底を図ってまいります。もちろん自治体の皆様にも、重ねて丁寧に説明をさせていただいて、ご理解をいただけるように努めてまいりたいと考えております岸真彦さん。今大臣は 地方独大団の意見を聞いた首長の意見は反映されていると言ったので、ちょっと質問を入れ替えて、先にあの指示に従わなかったらどうなるかというところなんですが、まあ、衆議院の総務委員会では、罰則を設けることはしておらず、国は協議などを通じて、指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考える。 ていると答弁したと承知していますまあ、自治体に法的な拘束はないと言いますが財源を国に握られている中で拘束力がないと言い切れるのかこの点ですよ大臣全てこの点についてどう思うかお答えください松本総務大臣はい、えー。補充的な指示の位置づけにつきましては今。 委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に罰則を設けることはしておりません。国は協議などを通じて、指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。えー、財源についての、えー、お話でございますが、先ほども申しましたように、いい 自治体とはあしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために、特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には、あ自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして。 協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えておりますなお自治体の財政状況にかかわらず確実な実施が確保されるようにする必要があることも大切なことであるというふうに考えているところでございます岸、はい、真紀子さんあの 当該自治体との事前協議についてなんですが、まあ、本会議で私の問いに対して大臣はそっけない答弁でありましたが事前協議というのは絶対必要ですで、私は地方制度調査会の第4回総会でも意見していますが国自治体間で柔軟な情報共有コミュニケーションが確保されれば指示など国の上下主従関係に戻すようなことをしなくても国自治体間で合意形成できたり想定していない事態に対応できると考えますまあ、総務省は この中でのワクチン接種をめぐる困難時のことを思い出していただきたいんです。2021年5月11日参議院の総務委員会において、私がワクチン接種に関する当時の総務省から自治体に圧力をかけている報道を実際にですね。首長からはこんなことも聞きました。当時、えー、地方財政。あ財 自治財政局からの電話だということで、まあ、要は、地方交付税化だっていうことを言うんですよ。それで、ワクチン接種を二ヶ月前倒ししてないのはどういうことかみたいな圧力をかけてたんですね、実際に。で、そのことについて、私は、えー、当時の武田総務大臣に対して委員会の中で、えー、圧力をかけるべきじゃないっていうことを質問したら、 大臣からは、自治体との橋がけ、御用聞きとして、今、お困りのことは何がございますかということを、一つ一つ伺いながら、厚労省ないし、各界各所にフィードバックしていると。絶対にに地方自治体に ただ、このよう圧力をかける加えるということはあってはならないことですし、何かあったときは、またご指摘いただければきっちりと対応していきたいと答えています。で、その後さっきのような圧力はやめてです、ね、実際にええその市町村からも、総務省の対応が変わったというふうに聞きました、まあ、リエゾンチームを作ったり、市町村へ電話する際にも困りごとがないですかといったようなニュアンスを聞いてです、ね、それを各省庁と連携を取ったというふうに聞いているんです。でこれを踏まえるとです、ね 国がすべきことは、地方自治体への支持といった上からの介入ではなくって、総務省も含めて、国がすべきことは、地方自治体にが何に困っているかという地域に寄り添うことこそ重要なんです、改めて過去の総務大臣の答弁も含めて、コミュニケーションこそ大事だと認識していただき、事前協議は少なくとも心がけていただきたい、大臣、いかがでしょうか松本総務大臣。はいあの 補充的な指示を行うにあたっては、現場の状況を把握している自治体との間で、十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは大変大切であるというふうに考えております。このため、各大臣におかれても、あらかじめ自治体に対して、資料、意見提出の求めての適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした、本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料提出を十分踏まえた上で、 補充的な指示に,につきましては、個別法が想定しておらず、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確な事態について、国が果たすべき責任を明確化する意義があるところでありますが、個別法が想定をしていない場合であってですね、 特に国民の生命等の保護を的確迅速に行うために特に必要があるときに行使をされるものであるということをご理解をいただいてまいりたいと思っております。もちろん、地方の実情を踏まえた対応が可能となるよう政府,と政府におきまして総務省は国と地方との連絡調整を担う立場からしっかりと自治体の声を伺いながら 各省とと取りり組んでままいりたいた思っておりますご指摘ありました点、えー、前段の部分については、えー、私もよく承知をしておりませんが、日頃からあ国と自治体との連絡調整にあたる総務省としては、えー、自治体の皆様のお課題などを丁寧に伺ってまいる姿勢を持つことは、えー、大変大切なことであるということで、ここがけてままいいいりたいと思います、はい、岸真紀子さん。 大臣の本当は条文に私は事前協議というのを言えるべきだというふうに考えますが最低限今の大臣の答弁を真摯に踏まえるとですね心がけると事前に協議は絶対必要なんだというふうに承知しました次に国会の関与です国会の事前関与について私は絶対に関与すべきであると考えますこれはこの間の牧原参考人も事前関与のことも触れていました皆さんも思い出してください新型コロナウイルス対策の改 特別措置法に基づく緊急事態宣言とかまん延 防止等、重点措置の際にまあ、どれだけ緊急であっても、衆参の議員運営委員会を開いて、政府から措置を行う旨の報告を事前に行って、まあ、それに対して短時間での開催であったりまあ、さらには決定の有無の権限はなかったにせよ。国会で質疑を行ったことは、私は意義が大きかったと考えています。政府からなぜ措置を行うに至ったかの説明をするということ。そして、さらに国民の代表である議員による質疑での不明点や。問題 問題点を明らかにできるということは大きいんですで、それは与党の皆さんも政府もご理解いただけると思いますで、この点にあたって条文にはなくとも補充的指示権を発動する際には必ず各所管委員会において事前報告と質疑を行うことを徹底すべきと考えますが大臣この提案を理解し発動の際は実現していただけないでしょうか松本総務大臣はいあの。 補充的な支持の行使の前後を問わず、国民の生命等の保護のために必要な措置に関し、国会の判断により、求めに応じて適時適切に説明することは当然のことというふうに考えているところでございます。その上で、本改正案において、国会の依然承認の規定を設けていない点についてでありますけれども、 地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では、個々の権限に際して義務づけることはされていない、自治体への個別の権限、行使の都度を義務づけることは、機動性に欠けることもあるのではないかといった議論がなされていることを踏まえ、答申に盛り込まれていなかったところでございまして、これを踏まえて、本改正にあいても、国会の事前承認の規定を設けなかったところでございます。あの 先ほども申しましたように、既存の危機管理法制でも個々の権限行使に際して、えー、義務付けることはとはされていないということでございまして、えー、そのような考え方から、このような規定とさせていただいたところでございます。石井真彦さん。 あの憲法にある地方自治の本旨は、自治体は地域の運営に対して自己決定権を有しており、国が必要な範囲を超えて介入してはならないという原理があります。役割と住民に身近な行政はできるだけ自治体に委ねること、防災公衆衛生など、まさに住民に身近な行政は自治体の役割であり、これは自治体の矜持でもあります。地方自治の本市や 自治法の原則に反している本改正案は、まだまだ、まだまだ議論が足りません、まあ、根本として許されるものではないということを強く抗議し、今日の質問を終えます。